写真拡大元貴乃花親方の花田浩二氏46が4日放送の直撃真相坂上に時間 SP5 7時57分に出演 MC 坂上人51が直撃インタビューを行う。坂上が訪れたのは東京江東区にある元木の花部屋。現在の花田氏はかつては貴景勝関ら8人の弟子たちが寝食を共にし稽古に励んでたこの場所に暮らしている。坂上は相撲の四股や鉄砲に挑戦して花田氏から話を聞いていく。先日絵本作家としての活動を発表して世間を驚かせた花田氏だが、それとは別に壮大な事業にも取り組み始めてた。今回はその新たな取り組みの裏側に独占密着する。現役の頃から子供と接するのが好きだったと語った話は、普段あまり語られることのない自身の子供時代の話も披露する。意外にも父親初代木の花のことをお父さん、母藤滝子のことをお母さんと呼ぶ花田氏は、厳しいながらも優しかった両親の思い出を語っていく。番組ではマスコミの注目の的であった花田家の教育とは一体どのようなものだったのかを再現 VTR を交え紹介。当時の貴重な映像やインタビューなどとともに貴乃花が形作られた起源に迫っていく。平重の大横綱として活躍し惜しまれながらも現役引退を発表した翌年の04年に、父親初代貴乃花が高校で航空艇がんに侵されてしまう。貴乃花からは父親初代貴乃花の闘病に隠された驚愕の事実も飛び出す。そして坂上は貴乃花に対してマスコミや母藤滝子に対する思い、さらには再婚の可能性などの直球質問をぶつけていく。